での日常渡り廊下で君とぶつかった。恋は突然急にやってくる。そこでここは8時を回りまして、アトロのコザピドゥラジオですね。はい、始まりましたね。この番組をお送りしているのは私友瀬司と同じく、アトロの榎並恵子でお送りしております。はい、はい、今回は何回目ですか？54回目になります。はいはい、早いですね。早いですね。もう3週か、3週目か。うん、あれだよね、うん、今めっちゃ寒いね。寒いね。あのムーチービーサっていうの、よく言いましたね。そうそう、ムーチービーサとはよく言ったものでそう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 、急に寒くなってね。うん、まあでもあのこの間、あの昨日かな、うん、なんかあの前の番組の、はい、でも今日は休みだけど、うん、宮島くん、はいはい、なんか今東京行ってるらしくてね。なんかあの、うん、Facebook かなんかであの動画、うん、なんか映してアップしてるんだけど、雪降ってましたよ。あ、そうなんだ。東京？東京。へえ。だから東京に比べたらこっちはもう幸せですよ。さあ、そうだね。あっちはもうめっちゃ寒いからね。だからね、うん、はあ、考えたらね。はい、だから今日ほらたまたま東京のね写真家の方がね、はいはい、アトロに訪れてたんですけど、うん、もうその方からしたらちょっとあったかいんだろうね。もう沖縄南国だなって感じじゃない？だーずね。この方は、うん、名前は長浜さん。長浜さん、うん、っていう写真家の方で結構有名らしくて、そう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 、俺なんかも撮ってもらったんだよね。うん、なんか沖縄にいる人たちをなんか100人撮るっていうので、うんうん、そう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 、なんかで俺たちとかも撮って、うん、まあ多分知ってる人もね、うんうん、何人か撮られてるかもしれないけど、うん、ね、うん、そうそうそう。なんかあのあれらしい。何？あの加納天明っているでしょ。うん、のなんか友達というか、へみたいな。すごいね、うん、なんか結構有名みたいな。へ、うん、らしいですね。ねえ、ちょっとだからこの写真集もね、はい、多分もう撮り終えたって言ってたから、うん、あとはもう編集したりいろいろとね、うん、本にするまでの多分作業に入るんだろうね。そうだね、うん、その結構2年ぐらいかけたって言ってたね。だからこれが出た時はちょっと楽しみですね。ねとか言って俺なんかカットされてたら怖い寂しい。ちょっと怖いんだけど ね、 なんかね出るまではあんなに撮ったのにって、うん、はい、またそこら辺はね、はい、随時あのお伝えしていきましょうね。はい、はい、今日は、うん、あのいつもの池端くんはお休みで、うん、はい、お休みで正規くんが、うん、はいよろしくお願いします。なんかもうめっちゃ久々に会ったけど ねいつもあの曜日が違うから会わないんだよ、うん、ね、コザピドゥのレスフレンドコザピドゥ時代とかはね、そうそうそう、本当によくね、うん、お世話になってたので1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、うん、じゃあ何がありましたか1週間。そうですね、うん、1週間もあれですよ、アトロンの、うん、一部を今ショップとしてオープンさせるために、はい、今改装工場を結構進めていて、うん、はい、はい、で着々と今進んでてね、うん、まあ、このラジオを聞いてくれてる方はたびたび耳にすると思うけど、うん、うち の、 クーラーとかさ空調とか電気関係ののを、はい、うん、もうお願いしているバナナコンセプトというね、うんうん、中曽根薬品の、はい、明石の22が社長やっている、うん、バナナコンセプトっていうね、うん、会社に今お願いしてるんですけど、はいはい、この電気工事系も今も着々と進んでいて、ね、で、まあ、自分たちでできるのは自分たちでやってね、うん、今日もブラインドをね、うん、新調したブラインドをつけましたよ、ね、うん、だからよ。どんなですか？なんかほらこれもう前につけたブラインドと同じものを探していて、うん、そしたらなんかなんていうの、もう廃盤になっててからね、うん、もうないですって言われて、はい、でこれじゃまずいのってね、うん、いろんな店舗をちょっと探してやっと、一応だからもともとアトロンについてたのと色を合わせるために探してたでしょ、うん、そう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 、だけどそのものが廃盤っていうから、うんうん、全部総特会でもいいわけ本当は。本当はね、うんうん、だけど予算の問題もあるから、そう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 、全部総特会ってもういくらなるばっていう話さ、うん、だからもうできればあるものも利用してっていうのでね、うんうん、探して、うん、1個だけね、あってね、1個だけもう在庫処分
価格で。やったーで。ああラッキーと思って。安く買えるし、うん、買ったんだけど、うん、これをいざアトロに取り付けたら、うん、やっぱりあの元々ついてるのってやっぱり日に照らされてるから、うんうん、色がやっぱ冷めてきてるから、そうだっけ、結局色が合わないっていう、うん、なんかおかしいぞみたいな。そうそうそう、同じはずなのにみたいなね。そうそうそう、だからあのまあでもあの経年とともに、うん、あの馴染んでくるかなっていう、ね、そう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 、うん、ね、そうですよ、うん、もういい感じでフィットしてくる日はあるくると思いますので、うん、ね、楽しみにしましょう。まあだからこのブラインドもそうだし、うん、まあ、今後あのね、いろいろ内装関係、うん、例えば花ブロックを積んだりとか、うん、そう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 、あの大きい本棚をね、ね、新調したりとか、ね、そ、もうちょっと生まれ変わりますよ、ね、昔のアトロンを知ってる人が見たら、うん、おー変わったなみたいな、ね、だいぶ変わると思いますよ、なると思うんで、ね、お楽しみに、ね、これもさ、うん、俺あの随時 Facebook とかブログとかにアップしてるわけ、うん、今こんなのやってますせみたいなのをアップしてるんだけど、うんうんうん、皆さん見てますかね。松川さんのフレンドは見れるかもしれないけど、まあ、俺はあの全員に公開してないから。そうだよね、うん、じゃあちょっとね、そうそうそう、もうアトロのページでもじゃあアップしてた方がいいんじゃない。まあアトロのページでアップしてもいいんだけど、うん、だから興味あるかなと思って、ある人はあるんじゃない。なんかね、そうそうそう、アップした途端なんかいいねが一個減ったりとかして、ちょっと寂しいさ、なんかあ、いらん情報だったかみたいな感じになるから、気にさだね。俺そういうのが嫌でツイッターやめたから、うん、ツイッターの俺が発言すればするほどあのフォロワーが減るから、なんかもうにりてやめた。結構ガラスのハートだよね。こんなの気にしてあの生きる人生は嫌だと思ってやめましたね。遊びよ意外とね、ちょっとそれ以外に何かありましたか、うん、それ以外にはですね、あとはなんかまああと休みの日を利用して、うん、家具とかインテリアとか探したりとかね。だからね、うん、あの58号線あのギノワンらへんですか、あれは、うんうん、はあのアメリカ家具とかが結構あるから、うんうん、結構あの参考になるかなと思って見に行ったんだけど、やっぱりアトロンの雰囲気っていうのがあるさ、うんうんうん、とはやっぱり合わないものも結構あったりしてね、うんうん、まあ、まあ一応ヒントはいくつかありまして、うんうんうん、あ、こういうやり方でやったらかっこよく見えるんだなみたいなのとか、はい、あ、重機とかこんなのがかっこいいなとかっていうヒントにはなりましたね。はいはいはい、うん、そうですね。なんかありましたか、ヒントになる。ヒントになるもの、うん、やっぱあったよ。なんかあのカウンターとかさ、うん、やっぱ手作りでタイルで作っている場所だったり、うん、なんかこのお店で売ってるものっていうのも、うん、あのヒントにはなるんだけど、うん、このお店自体の備品というかさ、うん、っていうのも意外とこうヒントになるなと思ったね、うん、あ、うんうん、まあ俺はあの一個だけ、うん、あのなんていうの、あのテーブルランプっていうの、うん、テーブルランプで前からちょっと欲しいと思ってるものがあって、うん、でこれは60年代のものなんで今も売ってないから、うん、売ってたとしても高いわけ、うんうん、でこれでたまたまね入ったお店に、うん、あれ前から目つけてたのがあるやつさ、うんうん、とかって見たら、うん、結構ディスカウントされてて、ね、安かったんですよ。だからよ、うん、だからこれはちょっとあ買わんとなと思って、うん、でもこれを具体的にどこどこに売ってる何って言ったら誰かが買いそうだから情報をねあのセルフリークしないために言わないですけど、あのマッシュルームのさ言ってるし可愛いランプがあるんですよ。このランプいいなと思って、これアトロに飾ったらかっこいいなと思って、うん、値段も手頃だったので、ね、これはちょっと近日中にまたあの買いに行こうかなと、うんうんうん、面白いね言っちゃってる。いろいろだからどこのって言ってお店行ってないよね、うん、どこの何って言ったらもう誰かが買っちゃうから。そうだよね意外とねこうネットとかで探したりとかってしてるものが、うん、意外と身近に売ってたりとかもするさ。そうだね、なんかスピーカーとかでもね、うん、ちょっと実物見てみたいなと思うものが。そうそう、だからスピーカーもさ、うん、天井の、うん、天吊りのスピーカー、うん、ここのスタジオにはないですけど、うん、天吊りのスピーカーが欲しくて、うん、これも Facebook で呼びかけて、うん、あの誰か安く、うん、なんか提供してくれる方、うんうん、もしくはあげるいう人いればお願いしますって呼びかけてるけど、うん、誰一人いないね。やらないたいね、まあ、いいねはあるけど、うんうんうん、いいねじゃなくて、ね、っていうか欲しがるねそうそう、絶対あると思うわけ。あのどっかについてるけどもう動かしてないとか、うんうんうん、あの外して倉庫にポイってしてるけど、はい、使ってないとか、うんうんうん、だからそういうのないですかってこのラジオでも今呼びかけてるんですけど、ね、はいはい、できれば県内の、はいはい、県内のどこかに眠っているできれば坊主がいいですね。坊主のスピーカー、坊主のスピーカー、ちょっと小ぶりな感じでね。そうそう、小ぶりな、もしなんかまあ101ぐらいですね
具体的に言ってねまあちょっとラジオ聴きの方でね、そうそうそう、あ譲ってもいいよっていう方はぜひぜひ、もう、はい、まあただじゃなくてもいい、うん、格安で、ま、もう5000円ぐらいでね、買いますの で, 買いますので、あの状態によりますけど、はい、うん、アトロンまでちょっとメッセージください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、と、はい、いうことでこの番組ではメッセージを募集しています、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 0989348653、 また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。ホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので皆様からのたくさんのツイートやメッセージお待ちしております。しております、はい、ということでちょっとじゃあ、うん、またね大地くんのコーナー、ケンシさんのコーナーありますが、そう行く前に一曲行ってみましょうかね、はい、はい、行きますね。サニーデイサービスさんでシルバースター。
コザピドゥでは皆様からの温かいお便りをお待ちしております。アドレスは761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページでも書き込みできますよ。手にまた Facebook アトロン公式ホームページでも毎月お題を出しますので、お気軽に参加しておくんなまし。たくさんのお便りを待ってるぜ。土なりの弾き語りワンダー。このコーナーは司の書いた詩に一人土なりが曲をつけ、二人の化学反応で生まれた曲を毎月弾き語りライブでお送りする。畑は違えど同じ表現者の新境地開拓コラボコーナーである。はい、ということでお届けした曲は何ですか？はい、サニーデイサービスのシルバースターでした。はい、いい歌でしたね。はい、いい歌でしたね。はい、はい、ということで、はいはい、じゃあ一つ目のコーナー、はい、一人土なりの弾き語り問答ということで、はい、大地くんに入ってきてもらってます。はい、こんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、そうか、正月明けて初めて、うん、初でね、初ですね、うん、初です。はい、初ということでさ、うん、俺もあの久しぶりにというか、はい、これ 何ヶ月ぶりか分からんけど、うん、作詞したんですよ。そっか、そうです。先月は、ね、先月は2人とも忙しくて、そうそうそう、で、そうだね、うん、その2013年にやった聖なる夜に僕たちはという曲を、うん、そうそうそう、2015年バージョンで、はいはいはい、だから か、ね、厳密に言えば何ヶ月ぐらい空いてるの、この作詞2ヶ月2ヶ月ぶりだったんで、はい、ちょっとあのエンジンかかるまで遅くて、なかなか難産だったんですが、はい、まあなんとかできて、はい、大地くんはどうでしたか？いや、勢いのある歌詞がボンって届いてきたから、うん、こう勢いのある曲にしないといけないのかなと思いつつ、でも、うん、いや、やっぱりなんか違うなと、いう感じで今回も、はいはい、俺はもうあの大地くんにこの曲はもう任せてるんで、もうあの勢い系だろうがしんみり系だろうがいけるようにというか、まあ今回のテーマは、まあ得意の俺 あのちょっと人生を語ったような草むにが入ってるような感じなんだけど、まああの人ってね、みんな平等に年取るじゃないですか。だけどそれを嘆くんじゃなくて、ちょっとあのポジティブにというかっていう、まあ、気持ちが入ってますが、タイトルがね、おいおいおいっていう、これ英語でね、英語っていうかローマ字で、おいでびっくりマーク、おいびっくりマーク、おいびっくりマーク、そうそうそう、ね、自分の呼びかけてるのが、おいおいおいって感じかなと思ったら、テーマをね聞いたらおいっていうか、あ、なるほどね。でもそれも引っかかってんだよ、呼ぶおいと年取るおい、両方引っかかってる。へえ、パッと見なんかあの渋谷の109みたいな、あ本当だ、感じもちょっとまああるけど、うん、面白い、はいはいはい、ちょっと元気な感じもするけどね、そうそうそう、これね、そう、サビがジェットコースターじゃなくてジュエットコースターっていうことで、あれあこれ俺間違ったんじゃない？嘘マジ俺はこれだじゃあその下にあっちゅうまだよ、あっちゅうまってあるから、そうそうそう、なんかジュエットってことでしようかなと思って、それを作ってきたんだけど、これミスったんやけど、そう、だいぶミスだろこれ、そんな、まあそれもね、またそれも踏まえて面白いですな、そう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 、いいっすね、はいはい、出るといいですけど、じゃあ早速、はい、大地くん2016年一発目の弾き語り問答、はい、歌いますよ、はい、作詞友寄せつかすさん、そして作曲一人土なりでやります。おいおいおい、明日が来ると思うなよ、一寸先は闇夜のカラス、時という名の死神と命を懸けて鬼ごっこ、抱えきれない思い出を
さまよう森の中、元の場所へは帰れない、人生という名のラビリンス。おいおいおい、人生はジュエットコースター。おいおいおい、あっちゅうまだよ、あっちゅうま、ちゅうまちゅうまま。全身の毛は白くなり、神々しく光を放つ。骨は縮み、歯は抜けて、生まれた姿に戻る。物忘れがひどいのは、痛みを和らげる防衛本能。徐々にぼやける視界、汚い未来を見なくて済むぜ。おいおいおい、人生はジュエットコースター。おいおいおい、あっちゅうまだよ、あっちゅうま、ちゅうまちゅうまま。人生は二度と来ないこの瞬間さ、せいぜい余生を楽しみな。おー、いいですね。おい、はい、覚えるね。なんかなんかあの、うん、あれだね、やっぱり、うん、はかないさと、うん、果てしなさがちょっとあるというかね。あるね、うん、なんかこの最初この A メロっていうの、この、うん、だん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 っていうのがすごい進んでいる感じがしたりとかさ、うん、なんかやっぱこのサビのこの盛り上がる感じとかね、うんうん、いや勢いがあっていいですね。なんかさ、うん、俺はだからもう本当にハードな感じかな、うん、なるかなと思ったら、うん、じゃないさ、うん、でもこのじゃないのがまたいいね、うん、そうだね、うん、なんか、うんうん、なんだろう、いいね。アップテンポに作るかなと思ったわけ俺最初、うん、でも全然、うん、もう予想を上回りますよ、うんうんね、いつも、うん、アップテンポじゃないけどすごく力強さを感じるというか、うん、なんかいいなって思った。今回、ね、作曲のポイントとしては 、ねうん、なんかありますか、どっか、ねえねえねえ。もうこのやっぱり作曲というかこう、ね、ジュエットコースを特にやっぱ聞いてもらいたかったサビの、ね、これはね多分俺タイプミスだと思うんだけどでもあのこれがいい風に変わったね。だからね、うん、面白かった、うん、なんかあとはこのサビ の, その次の2行目の、うん、あっちゅうまだよ、うん、あっちゅうま、うん、で最後に勝手につけ出したちゅうまちゅうまま、ちゅうまちゅうま、これね、あの大地くんがちょっと おかずタッパーしてるけどこれいいですよね。面白い、うん、いいね、合ってる合ってるね。いや緊張しましたね。そうなの、はい、でもね、うん、ライブとかよくやるから、いや だってこれはほら、うん、昨日曲作ってもう今日やるっていうからでもすごいからね、うん、このな生もん感がすごいから、うん、すごいよね。でもすごい、だから自分のものにしてるっていうか、なんか馴染ませて具合がもうなんか何百回も歌ってるみたいな感じがするから、すごいなと思う。さすがプロだなっていうか、さすがプロだなと思う。
歌詞の1行目の一発目のコードを弾いたか、うん、何を弾くかでなんかやっぱ決まる気がしてて、うん、もうこれもだから、うん、で確かに歌詞だけ見るとアッパーな感じのね、うん、アップテンポの曲にしようかなと思って弾いたんだけど、うん、なんかね、うん、こうなっちゃう。いやだからそこをいい意味でね、うん、裏切ってるというか、うん、そうだね、あの最近、うん、あの信長コンセルトってドラマ、うん、小栗旬がやってるやつ、はい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 、まあ、前もあのリアルタイムで見て、うん、今なんか夜中にね、再放送してて、ま、映画もやるんだよね、見てるんだけど、うん、あれでミスチルが、うん、足音だっけ、うん、っていう歌がかかるわけ、うんうんうん、足音よりこれがいいんじゃないかな。なんでこんな後ろから刺されそうだ。俺は刺されるいやミスチルもいいけど、うん、やんなマイキやめてください。いやミスチルもちろん素晴らしいですけど、はい、友達司個人的にはそうそうそう、俺個人的には一人父なり一人父なりバージョンでね、この壮大な感じがいいな、壮大な感じいいですね、うん、なんかあのまた今回もね、うん、一番最後のところで曲が終わりそうかなっていうところで、うん、こう静かな感じがなんか、うん、なんかね、はいはい、お花畑が見えた感じがするっていうか、あの年取ったおじいがロッキンチェアに座って想像なんか昔を思ってるよみたいなちょっと空気を作りたくて、でもそういう感じの雰囲気は伝わる、うん、なんかね、ふなんか風景が変わったね、なんかね、そうそうそう、シャーかかってる感じっていうかね、なんかね、うん、いいですね。ちなみにこれ今までの曲はこのアトロンの YouTube チャンネルでまとまって、うん、そうそうそう、あの YouTube に全部あのアップしてるんで、はいはい、これね、はい、YouTube でアトロンで探したね、これなかなかあの視聴数伸びないんで、伸びない、よろしくお願いします。今見てくれない、そう、今あの俺なんかのこの身内が確認するためにね、アップしてるって感じになってるから、そうそう、本当にいい曲いっぱいあるんで、いい曲いっぱいあるよね、本当にね、ぜひぜひ見てくださいよ、はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします、はい、じゃあまた、ね、今年も、うん、来月も ね、お願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。剣心のレコード。このコーナーはコザのレコードマスター剣心が所有する膨大なレコードコレクションの中から毎回テーマに合ったレア音源を紹介する他では聞けないプレミア感満載のコーナーである。はい、ということで2つ目のコーナー、はいはい、ケンシンさんのレコードですね、でございます、ということで、はい、ケンシンさんに入ってきてもらってます。はい、こんばんは。こんばんは、はい、ね、よろしくお願いします。今回はテーマは何ですか。今回はですね、テーマは雨ですね、はい、なんで雨かって言ったら最近ね、うん、
雨ばっかり降ってるからっていうつもりでやったんですけど、うんうん、毎回ねこういう時って雨降らないですよね。降らないね、うん、今日も結構晴れてたね、うんうん、一応まあ、はい、もう梅雨時かっていうぐらい降ってたからね、うん、ここ数日。そうだね、うんうん、だからよね、もう雨ばっかりでさ、うん、もうあの私滑って階段でこけたりとかさ、ね、そうそう、それは雨のせいじゃない。いやでも雨で階段が濡れてた。濡れてて、で靴がね、あの塚さんかお父さんが靴譲ってもらってから新品の靴履いて余計滑りやすいみたいな感じでしたね。危ないね、危ないね、うん、でも最近頭打たなかったの。頭打たなかった、もう腰と肘が痛いですね、昨日転んだから、うん、最近より病み上がりで頭も、ねね、おかしくなってる。何それいやいや、でも昨日からのお酒も解禁になったんでよかった、はい、はい、飲んでます、はい、ということで、はい、じゃあ、はい、ケンシンさんにまず1曲目、うん、雨をテーマに聞いてみましょう。はい、はい、お願いします。はい、ということでじゃあ1曲目お送りしてるのはこれな、はい、誰の何でしょうか。ジョニー・レイで雨に歩けばです、はい、雨に歩けばいいですね。本当になんか雨っぽいね、あのこのレコードのプツプツも雨に感じるというか、うん、あー言えてる言えてる、うん、そうだね、これまじ雨の日に聞いたらいい感じかも、ね、うん、いいね、うん、なんかウキウキするね、うん、なんかこの口笛も見てるからかな、うん、年代的にはいつぐらいのですか。501956年、はいはいはい、うん、すごいっすね、めっちゃ昔だね、いいね、なんかこの雨って言ったら憂鬱なりそうなものをこのちょっと陽気な感じにね、うん、してるのがいいですよね。あれでしょ、エノベ博士は、うん、雨好きなんでしょ。雨好きだよ、うん、出しちゃった映画の雨に歌えばでしたっけ、うん、あれもいいっすね。だけどこれ憂鬱な曲そうなんですか、内容は憂鬱なんですか。失恋してはい雨の中歩いてるっていう、あ、そうなんだ。そんな雰囲気に感じないですねなんか明るい感じ、ね、ちょっとね陽気な感じに聞こえるけどね、あ、そうなんだ、歩いてるだけだよっていう、へえ、ある意味ちょっと切ないなんかね、これちゃんと歌詞の意味分かってないとって感じですね、うん、へえ、なるほど。
ほど。あ、ちなみに、はい、この健信さんのね、うん、あのかけてるセレクトは、はい、ユーストリームとツイキャスではちょっとね、うん、はい、お聞きになれませんので、はい、これ検索して、ね、もしかしたら気になる方は、はい、もしかしたらあるかもしれないんで、ね、はい、そうですね、うん、ジョニー・レイさんの「Just Walking in the Rain」「雨に歩けば」でしたかね、はいはいはい、ということで、はい、じゃあ2曲目、はい、お送りしましょうか。お願いします、はい。はい、ということでじゃあ2曲目はこれはな誰のなんでしょうか。ビセ・サチコさんでふるさとの雨です、はい、ふるさとの雨、ふるさとの雨、はい、ビセ・サチコさん、はい、これもねなんかまたさっきの、うん、何外国人とは違って落ち着きますよね、うん、はい、ジョニー・レイとは違ってそうだね、これは落ち着くね、沖縄のですよね、ね、マルフクレコードが出してるやつですね、はい、マルフクレコードっていうのはもうあの福原楽器のあれですよね、レーベルというか、はいはいはい、はい、うん、これコーラスって言ってるけど結構2番とか結構歌ってましたね、コーラスがホップトーンズ、
ポップトーンズ、ポップトーンズ、ポップトーンズはもうあの昔のレコードでよく登場しますよね、うん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 、結構ねがっつり歌ってる感じでしたけど、こういうノリってなんで今あんまり作らないのかね。うん、作られてるんじゃない、作られてます、あ今もあるこういう感じ、このポッホップトーンズみたいなコーラスがメインみたいな、そうそうそう、コーラスの歌みたいな、うん、オリオンビルのコマーシャルなんだっけ、あーコーラスグループじゃない、あースカイザーリミット、スカイズザーリミット、ああいう感じですか。でもなんかノリ違うさ、なんかあれたちはゴスペラーズ的な感じ、うん、ああちょっともうメインでみたいな感じでね、うん、あのちょっとサブっぽいんだけどいい感じみたいな、うん、っていうかもうあのそもそも声がこんな声、うん、あこんな声、うん、ああはいはいはいね、なんかね今これかけてる時に、うん、健信さんがこの福原の、うん、丸福丸福の面白い話があるって言ってたんですけど、うん、これはなんか長引きそうな話ですか。かなり対策ですよ。まるまる一回使わないとこだっぴでよ。ねえ。しかもねこれ時間かけて話して、うん、リスナーが面白いかどうかちょっとわからない。そうそう、今度ねゆっくり、はい、今度ゆっくり聞きましょうかね。はい。はい、ということで、ね、うん、じゃあ今回は雨をテーマに健信さんに2曲、うん、はい、持ってきてもらっています。はい。います。はい、でどんなでしたかね、なんか選ぶときは、うん、どんな感じでした、やっぱり雨の歌はいっぱいあります。あ、終わり。前田さんにつなげたくなる。いやいや、じゃあ、はい、そんな感じで、うん、はい、じゃあまた来月もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。宅配員前田。このコーナーは日本中を飛び回るコザピドゥ特派員の前田氏が各地の全く意味のない情報をライブ中継でお送りする画期的なコーナーである。はい、もう早いもので、うん、もう最後のコーナーですね。早いですね。特派員前田のコーナーなんですが、はいはい、このコーナーもなんか久しぶり感がすごいんだけど、あるね。あそっか、先月 ね、うん、出てなかったよね。そうだね、うん、先月はあの、はい、なんだっけ、ちょうどね忙しくて、うん、ちょうど会議打ち合わせ中って言ってから、そうそう、だからギリギリ出れるかどうかっていう感じだったけど、うんうん、結局出れずじまいって、ね、そう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 。で前回り
海外で中継しようと思ったら、うん、なんか電池切れでどうのこうのとかそうそうそうつくづくねタイミングが悪いんですけどそうそうそうじゃあ久しぶりの特派員前田のコーナーになりますね、はい、じゃあ呼びかけてみましょうか。はい呼びかけましょう、はい、前田さん前田さんもしもし、はい、ちょっと待ってよ今大丈夫ですかね。はい大丈夫ですか。もしもし、はいはい、何か今大丈夫だった今のあなんか今聞こえた聞こえましたよ。なんかボーンってあのなんか厨房が降りてくるみたいな音が、はい、今は大丈夫です。今大丈夫大丈夫ですか。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。あもう明けましておめでとうございます。はいねえなんか久しぶり感が強いとかって言われて、うん、ちょっとショックです。ていうかあの久しぶりでしょ実際に。えでも、うん、なんかみんなが出なかった第5週に出たけどね。うん出たなんか第5週に、うん、なんかあのみんなに声かけたけど誰も集まらなくて。あーあの時ね。そっかそっかはいはいはいだったね。なんかうんでも存在感が薄いってことだね。そうだね。ねえあだからまあ その話はどうでもいいんですけどはい、はい、前田さんのこの年末から、ね、新年にかけて何か変わった動きありますか。風邪ひいたぐらいですね。あなんか体調崩したんでしょ。だからねうんなんかね、うん、それで、うん、あの先週まで咳が止まらなくて、はい、そしたら病院に行ったらなんかアレルギー性のなんか呼吸炎ですみたいな診断をされて、はいあらあらまあ別にこんな話しても面白くてもなんともないんですけど、うん、いやいろいろ聞きたいんだよこの前田さんの人となりを、ね、あれでしょ時間が余ったから伸ばすだけでしょ話を。まあちょっとあの時間長いんでちょっと前田さんのこのどうでもいい話を聞こうかなと思って今ね僕でも今日特派員しようと思って目的地に向かってるんですけど、はいはい、ちょっと目的地にまだついてないんですよ。久しぶりの特派員。うんちょっとね、うん、ちょっとぶらり途中下車みたいな。ちなみにまた渋谷近郊を歩いてるとかじゃなくて渋谷です渋谷なんですけど渋谷好きですね。得意の渋谷。さっき会社出て、はい、さっき会社出てで本当は六本木に行きたかったんですけど、はいちょっと電車の接続が悪く、うん、あちなみにちょっと、はい、ちなみに今雪降ってるんですか。あそう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 雪まだ降ってないですけど、うん、今多分1度から2度ぐらいですね。ことは超寒いね。あもう昨日からずっと雪でしたよ。へえ下は積もってるんですか。前田さん下積もってるんですか今。あもうねもう積もってないですね渋谷は。あじゃあもう雪の気配はないの。まあ積もってるっていうかほら歩道の脇にはまだ雪は固まっ雪っていうかもう氷みたいになって雪がありますよ。もう寒いですよ沖縄。だから沖縄特派員だったらそこら辺のディテールをちょっと沖縄に伝えてほしいんだけど。あのね沖縄ね県民の9割が雪見たことないんですよ。あ俺もないよ。嘘。うんないない。そう、グーグルで雪って入れてイメージしてみれば。いやいや、生よ、生。生雪ね。生雪。生雪よ。それから生雪だったね。そうそうそう。紅色麺ですか。はい。うん。あもうそんなことはどうでも。ちょっとね、今向かってるところがですね。あ、今、はい、どっか行ってるね。今年1年をね、はい、占おうと思って。はい。はいおみくじ引こうと思って。あ、いいですね。これなんか前にもなんかなかったか、そういうこと。なんかね。今度はね、みんなの分引こうと思って。ああ、ピドゥメンバーの。あ、いいっすね。みんなの分引こうと思って。はい。向かってるんですけど、初めて行く神社なんで。はいはい。ちょっと、Google マップにちょっと見ていい時間は無限にあるわけじゃないんで。ちょっとね、ちょっと Google マップ見ていい前田さん。ちょっとね、はいはい。あと一応もう、あと4分ぐらいだけど。番組自体がね、5分ぐらい、5分。ちょっと10秒だけ。ちなみに引きました、アトロンの2人は。あ、俺引いたよ。あ、いいだね。何でした、つかすさん。俺大吉。あ、えのびさん。中吉。あ、僕大吉でした。あ、いいね。あれ、けんしんさん。おみくじとか引きます。やっぱり。いつこういうのも絶対やらないから。
ちなみにケンジさん、お正月とか、なんかお正月らしいこととか一応するんですか？もしもし、あと4分ですか？あともう4分ぐらいよ。やべやべやべ、ちょっと走ります、うん、走る間に合う？ちょっとね、うん、あとね、はい、Google マップでね、あと3分で出てる聞く時間ないじゃないですか、ね、ちょっと待って、ちょっと待って。ちなみに、前、ね、さっき電話したんですよ、その神社に。うん。場所確認？まだ、自販機でやってますよ、みたいな。あ、自販機で、はいはいはい。なんか風情がないな。もうね、もう、うん、もうね、デジタル化。なんか風情がないよ。僕は全部木でできてるかもよ。自販機ね、ボタンもね、キーとかね。いいね。本当はね、六本木になんか10円でできるおみくじがあって。10円？面白い。なんかせこいな。100円だったら5人分。100円で引いて100円で。で、うん、で渋谷のお店に来るんですけど、うん、ちょっと。っていうかまだ。あと今から遡ります。ああ見えた見えた見えた。見えた？でもほら前田さん走るの好きだから。ああそうだ、ね。早いでしょ。うん。3分って感じで1分半で着くんじゃない？前田さん。もう、はいはい、エンディング曲流れてる。マジですか？今ね、鳥居がね、100メーター先にある。さ今、あと番組が終わるまで3分、いや、間に合うよ、3分半ぐらい。大丈夫ちょっと。大丈夫っすか？さあ、ギリギリ、フルまで使って。怖いね、転ばないでください。誰の目に聞きましょうか。ね。まあ、走ってますね、今。いつものこのマラソンのスタミナを生かす時じゃない、これ。あ、暑い。一度、気温一度だけど、暑いんだね。見えてますかも、神社は。今鳥居来ましたね。今からおみくじの人を探す、はい、あ、そっか、探すんだ。探す、神社に走ってる人ってなんか女房が三軒ついてるみたいな人に思われてるんじゃない？なんかね、渋谷本能八幡とかっていう、うん、あ、本能八幡綺麗ですね、神社。あの雪が積もってますね、神社。前田さん、あと2分、はい、2分ちょいだよ。待って、待ってください。どこだ、おみくじの自販機ってない。どこだよ、ね、神社ないね、到着したんだね。そうだね、うん、やばい、まあ、今聞いてる人に説明すると、うん、東京の特派員が今、うん、神社を探してるっていう、ね、そうそうそう、渋谷のね、渋谷で渋谷の神社を探して、ちょっと神社の人に聞きます、ね、100円のおみくじ、ちょっと神社の人に聞きますね。はいはい。さて、この2分でおみくじを無事引けるか。やべえ、あの神社の人がなんかもう真っ暗ですね、これ。メンバー分絶対無理だろ。やばいやばい、なんでせっかくここまで来た。ちょっと待ってくださいね。あと、もうちょっと他の人のおみくじ見てみましょうか、前田さん。他の人のおみくじ見てどうするんですか。他の人がどんなおじっこみくじ、もう2分切ってるよ、2分切ってるよ。完全に諦めてるでしょ。他の人の、ほら、あれ。じゃあ、他の人の前で、引いて。お母さんを怒らせないように自分でできるようになる。あ、それ、エマよ、もう。東京パフォーマンスドールがますます活躍しますように。東京っぽいね、なんか。これいいっすよ。今年の目標、はい、群を抜く。ん？群を抜く。群を抜く。はい。東京パフォーマンスドールが国民的なグループになり、なんだこれ。ていうか前田さん、もう引く気ないだろ。自分自身は人一倍努力して群を抜く気持ちで頑張ります。もう引かないの？もうね、うん、ね、どこにあるかがね、わかんないよ、これ。暗くて神社が。前田さん、もう1分切ってます。はい、あ、本当ですか、うん、ちょっと、すごい悔しいな、これ。見つけたら、うん、エンディングの次の、うん、来月、うん、紹介しましょうか。そうだね。じゃあ来月もういいよ。先月の、あのおみくじどうなりましたかって振ってもらったら、でもね、人もいないしね、うん、もう自販機これ、はい、直されたんじゃないか、これ自販機。もしかしてもうな、あれじゃない、正月終わって、うん、もうなんか、はい、撤去したんじゃない？ね、1月いっぱいありそうな気もするけどね。うん、あれ、そしたら前田さん、じゃあもう来月ということで来月またこの報告聞こうね、うん、来月に聞こうね、はいはい、くたびれ儲けということで、ちょっとね、一応、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、前田さん、はい。
ということで、はい、じゃあまた来週ですね。はい、また、はい、来週会いましょうね。さよなら。はい、さよなら。